一昨日の文春報道が出た時も、私自身天を仰ぐような驚愕する思いでございました。このような会話をしていたのか。はい、こんにちは。そしてこんばんは、白坂和也です。2月に入って週刊文春がキレッキレ冴えまくってますね。2月11日号に掲載されたのは、菅首相の長男菅政合氏による高級官僚違法接待。続く2月18日号では、東京オリンピック大会組織委員会の会長だった森喜朗氏の黒歴史。そして2月25日号では、高級官僚違法接待のパート2。ここでは証拠の音声データが公開され、さらに森氏の後任となった橋本聖子氏の過去のスキャンダル、キスを強要するセクハラ問題も取り上げています。このような週刊文春のスクープは俗に文春砲と呼ばれていますが、これが定着したのは2016年の一連のスクープ記事からなんですね。当時はタレントベッキーのゲス不倫に始まり、甘利大臣の金銭問題、そして元少年 A の顔写真がついた直撃記事などが話題を呼んだわけです。今日はですね、今やメディアのトップランナーとなった週刊文春と、ますます劣化していく日本の既存のメディア、そして日本の社会について考えたいと思います。それでは参りましょう。まず最初に一冊の本を紹介します。タイトルはズバリ文春砲。これは電子書籍ですが、もともとは角川新書から出ている週刊文春編集部による新書本です。そしてこの本には今から紹介する重要なことが書かれています。記事になった時、他メディアがどう報じるかも重要だ。スクープは他のメディアが追いかけて初めてスクープになる。国会で追及を受ければ新聞テレビも報じざるを得ない。だから閣僚のスキャンダルを報じるのは、予算委員会が毎日開かれテレビで中継される1月からの通常国会がベストだった。臨時国会では予算委員会がほとんど開かれず、追及が尻すぼみになってしまうのだ。そう考えると、1月18日から通常国会が始まっている今こそが、まさに週刊文春が文春砲を炸裂させるベストな時期なんです。例えばそれを裏付けるように、菅首相の長男菅政合氏による高級官僚違法接待のスクープは、すでにですね、第2弾が報じられています。これからも第3弾第4弾と続くと思われます。しかし考えてみれば、これもおかしな話なんですね。というのも、今文春がやっているスクープ報道は、本来は新聞がやるべき仕事なんじゃないかということ。今の新聞は文春のように政権がぐらつくようなスクープを全く打てていませんよね。やっていることは文春の後追い記事を書くようなことばっかりです。菅政合氏による違法接待問題では、文春は接待の場となった料亭の様子を写真に収め、さらに客として現場にも潜入、会話の音声も録音しています。こういった調査報道は本来新聞の仕事なのに、それが全くできていないのが今の新聞です。新聞のようなメディアは第4の権力とも呼ばれています。そして第4の権力が政治権力を監視できないようでは、日本もダメなままなんです。しかも今回の違法接待問題は、菅政権が吹っ飛んでもおかしくない可能性を秘めているのに、野党の追及は全くダメでした。この問題では総務省の幹部2名が事実上の更迭となっていますが、まさか野党はこれで鬼の首を取ったと思ってはいないでしょうね。というか、この問題で官僚をいじめてどうすんですか。この問題では官僚は被害者であって、加害者は菅首相のドラ息子菅政合氏なんじゃないですか。
もちろん官僚は罪を犯していますし、悪いのは間違いないですよ。しかしここでは官僚を追及する以上に菅政合を承認喚問に引きずり出さないと話にならないんです。野党は政合氏の喚問を求めたようではありますが、全く迫力が足りませんでしたね。おそらく野党は本気で政権を取りに行っていないからこんなことになるんです。実際問題ですね、あそこまで官僚を吊るし上げたら、仮に政権交代を実現したとしても絶対にうまくいきません。昔の民主党の二の舞になるだけです。これが週刊文春が報じたことで垣間見えた野党の限界です。そして今政権交代できないようでは日本もダメなままなんです。週刊文春が文春法を炸裂させ、新聞が文春の尻を追いかけることが常態化すれば、一体何が起きるか。それはスクープ情報が新聞をスルーして週刊文春に集まるようになるということ。だって新聞社に情報をリークしても政権に忖度する新聞社はどうせ採用しないからです。菅政合氏の違法接待も総務省内部の人間によるリークがあったとみて間違いないと考えられます。でなければあそこまで細かい取材はできません。そして情報のリークといえば、今紹介するこちらの本、石井妙子氏による女帝小池百合子も一般の方からの情報リークによって完成した本と言えましょう。この女帝小池百合子は昔からくすぶっていた小池都知事の学歴詐称問題に決着をつけたという意味で歴史的な本です。発端は文藝春秋社が受け取った読者からの一通の手紙です。2018年2月、一通の手紙が文藝春秋編集部気づけで私宛に新店で届いた。私の記事を読んだという読者からの手紙、自分の知る全てを打ち明けたいとある。それはまさに私が探し続けていたあの同居女性からの手紙だったのだ。つまり小池さんがエジプトに留学していた時、同居していた女性早川玲子さん（仮名）からの手紙が文藝春秋宛に届いたんです。そして以前から小池百合子についての記事を書いていた石井妙子さんに一冊書いてみないかと持ちかけたことで、小池さんを語る上での最高傑作が生まれました。しかしこの早川さんとて最初は新聞社に手紙を書いていたようなんですね。ところがどの新聞社からも全く反応がなく、業を煮やして文藝春秋社に話を持っていったというのが実際のところのようです。ここでも新聞の劣化ぶりが見て取れます。新聞がメディアの役割をしっかり果たしていれば、早川さんの手紙を無視できるはずがないからです。なぜなら学歴詐称は歴史とした公職選挙法違反だからです。ちなみにこの女帝小池百合子には興味深い下りがあります。水俣問題を長く取材してきた女性ジャーナリストは語る。政権が女性の大臣を立てるときは大体要注意なんですよ。汚れ仕事を女性にやらせようとする。女性大臣は官僚や官邸に忠実です。立場が弱いし、自分の考えを持っているようで持っていない。女である彼女たちが厳しい判断をしても男性がするよりは柔らかく世間には映る。だから官邸は女性に汚れ役を回すわけです。女性大臣たちも、わかりました、その汚れ役私引き受けますから、ちゃんとご褒美後からくださいね、という感じで。このことで連想される人物がいますよね。そうです、今回森喜朗氏に代わり会長に抜擢された橋本聖子さんです。橋本さんにしてみれば、こういった役割を引き受けるのはとても嫌だったと思います。それは一つには、この役職が
誰の目にも汚れ役であること、2つ目には2014年2月のソチ冬季オリンピックでやらかしたセクハラ問題がぶり返されるからです。閉会式の後に行われた打ち上げパーティーでフィギュアスケートの高橋大輔に抱きつき、首筋にキス、最後に彼の唇まで奪った画像は今ではネットに溢れています。そして橋本さんが新会長に選ばれたのが2月18日の木曜日、この日は週刊文春の発売日でしたが、文春は見事に橋本聖子セクハラ常習犯の記事をぶつけているんですね。2月18日というのは週刊文春の勢いを再確認できた日でもありました。この日 NHK 夜7時のニュース7を見ると、橋本聖子氏の新会長就任と菅政合氏の違法接待を報じているんですが、この2つのニュースはこの日発売の週刊文春が大きく取り上げていますし、特に違法接待問題ではどの報道機関と比較しても完全にリードしている。そして新聞同様、劣化した NHK もわざわざ文春オンラインの名前を出し、違法接待問題では音声データが残されているといったことを報道しないわけにはいかなかったわけです。このように天下の NHK ですら場合によっては週刊文春の尻を追いかけるということ、週刊誌というと今でもバカにする人がたくさんいますが、現実には日本のメディアを大きくリードしているのは確かです。もはや劣化し、政権に忖度するしかない新聞や NHK といった日本の既存のメディア、日本のメディアは一体どこに向かうのでしょうか。私からは以上となります。今日の動画についていいなと思われたらチャンネル登録、そしていいねボタンをポチッとお願いします。また下のリンク先に関連情報も用意しましたので、合わせてご覧になってください。それでは最後までご視聴ありがとうございます。